皆さんこんにちは日本テニス協会一委員会のトレーナー担当をしております伊藤と申します、えー、本日は熱中症予防についてと現場での発生時の対応についてをご説明したいと思います2022年度全国主要29大会全国 5341試合のうち、えー、メディカルコートコールといって、えー、トレーナーや、えー、とドクターが、えー、と試合中に呼ばれた件数ですねこちらは438件になるんですけれどもこのうち、えー、継続不可だったものは32件ですそしてそのうちに熱中症の症状があったものが12件。 継続負荷のメディカルコートコールのうち約40%が熱中症でのリタイアとなっています熱中症はリタイアの原因として大きな割合を占めており予防することがとても大切です次に熱中症の予防ということでお話し,します熱中症の予防には えー、選手や周囲の方が正しい予防知識を持つことが大切です特にジュニアの選手では本人だけでは十分に管理できない可能性がありますので周囲のサポートが不可欠となりますセルフチェックでは前日に睡眠と栄養を十分にとることあとは、えー、試合の12時間前に電解質や糖質を含んだスポーツドリンクを補給し体内を冷やすことや、えー、試合直前に必要以上に日光に当たらないこと。 競技前は体重を測定して前日よりも2%以上減少している場合は要注意ですし尿の色についても濃ければ脱水が疑われますあとは体温も通常よりも高い場合は注意が必要ですし、えー、唇などのこう乾燥状態ですねそういったことにも注意が必要ですあとは競技中、えーまあ、通気性の良い服装を着てしてです、ねえー、と帽子をかぶることが大事です よくサンバイザーをかぶっている方もいらっしゃるんですけどサンバイザーね頭が抜けてますので、えー、と不十分ですねこういったものではなかなか防ぎきれません、えー、帽子をかぶってください、えー、日焼け止めを塗ることも大事ですし、えー、チェンジオーバーごとに体を冷やす水分補給をすることもとても大事ですあとはできる限り日陰にいて、まあ、体調不良時大会ではトレーナーを呼んでいただいてもいいかと思います でサポートする側も、えー、水分補給や服装、体調管理に気をつけるこ,とが大切ですこの図は脱水によって影響を受ける主な要因のいくつかとそれらが現れ始める脱水のパーセンテージを示しています、えー、筋力であったりパワーであったりとか持久力に関して言うと、えー、体内の水分の3%以上ですね えー、失われると低下を始めてくるっていうことで、えー、スポーツに特有な、えー、スキルであったりとか、えー、パフォーマンスが低下するのが大体体体の2%以上が奪われた時で認知名ややはり疲労感について言うともう1%以上もう水分が脱水状態になってくると、えー、現れ始めると言われておりまして。 えー、やっぱり断続的なですね、高強度のスポーツを行う選手は、運動前や運動中、運動後に適切な水分摂取を行うことが必要ですね。で、水分喪失は極めてやっぱり個人差があるんですね。ですので、えー、やはりあの遺伝的要因であったりこれ、トレーニングの状態、スポーツの要求。 あとは用具の必要性や環境条件などのばらつきから、えー、各選手が自分自身の水分補給計画を立てる必要があると考えますこのスライドについては一般的に示される、えー、水分補給の推奨例なんですが、えー、全ての条件でこの,数あの示している数値が当てはまるわけではないんですけれども 大体、えー、いい水分摂取の温度は5度から15度水分摂取の量は100から200ミリリットルを推奨として、えー、補給のタイミングはやはり15分間隔で、えー、60分で4回ですねこのくらいの割合で、えー、きちんと摂取できると良いかと思います。えー、脱水率や、 水分減少率とも言うんですけれども、えー、パフォーマンスが低下し始める脱水率は約2%と言われています、えー。で、水分摂取に関して言うと、かなり先ほども言いましたように環境要因とか、ですね、運動強度、年齢精査とか、緊張とかでも、 かなり違いますので、えー、個別で対応する必要があるんですけれども脱水率は自分で求めることができてこのパーセンテージっていうのは運動前の体重から運動後の体重を引いてそれを運動前の体重で割ったものですそれに100をかけるとパーセンテージが出ますまあ、こういったことを、えー、日頃からね モニタリングしておく必要があるんですけれどもちょっとイメージとしては試合前に体重5 0キロの方が試合後4 9キロになってマイナス 1kg となった場合この時点ですでにもう2%の脱水が起きている状態ですので、えー、かなりあのすぐに容易に落ちてしまう数値だと思っていただいていいかと思います。ですので脱水にならないようにきちんとあのチェックをすることが大事かと思います。 また暑熱対策については、えー、水分補給の他に身体冷却もとても大事で、えー、体を冷やすことで深部体温を低下させ上昇を抑えることができます、まあ、皆さんの中で運動前から体を冷やしていいのかっていう疑問を持たれる方も多いとは思うんですけれども暑、えー、熱環境下での体の冷却で冷えすぎることはあまりないんですねただ、まあ、活動筋や、えー、利き腕やねあの足を えー、冷やしすぎないことも重要ですこれはね身体冷却の、えー、方法なんですけれども、まあ、冷却効果や使いやすさタイミングに関しては、えー、ここら辺のねいろんなあの自分の感覚に合ったものを選択することが重要で、えー、いろんなものがありますので。 えそこをあの自分で試してみて、えー、自分に合ったものを選んでください。で、えーまあ、こういった、えー、冷却の,あの効果なんですけれどもやはり、えー、運動前とか運動中運動間の冷却だけでなくそれらを組み合わせた複合冷却が、えー、一番有効な方法とされていますので。 えこういったあのもう運動前にも運動中にもどちらにもきちんとえ冷却を行っていくっていうことが大事になります、まあ、選手のコンディショニングに利用されるものとしてはえまあこの塩分濃度を濃くしたスポーツドリンクですね塩をこうまあスポーツドリンクに一つまみ入れておくことそしてあとはあのこのアイスタオルですね えー、首の後ろと脇の下そけ部を効果的に、えー、冷やして、えー、体温を下げるというものなんですけれどもこれよく見てあのテニスの大会とかでよく見るかと思うんですけど選手が巻いているのはこれテーピングをこうバスタオルにですねぐるぐる巻いてその間にこういう。 あの氷を入れておくんですねそうすると効果的にこうあの試合とかであの冷やすことができますので是非試してみてください。あとはコンディショニング用のアイスバスについてはこれまたあのなかなかね日本人の選手はあまり使わないことが多いと思うので、まあ、あの使える方はねあの使っていただくと、えー、かなり、えー、深部体温を下げたりあとはですね まあコンディショニングとして、えー、疲労をあの次の日に残しにくいというのも効果も得られていますので、まあそういったあの運動終了後に15分以内に冷水に8分から10分程度、水温11度から15度ぐらいで浸かるといいかと思われます。あとはえっ、ー、ともしですねあのそんなにこうきちんとしたアイスパックとかがないとき、まあ手のひらとか 測定ですね、足の裏、まあ、あとは頬とかあの毛がない部分であの熱交換が効果的に行われるので深部体温を低下させることもあの言われているので、えー、こういったところをですね少し冷やすということ、えー、あとは手のひらとかですね1 5度前後の冷水に浸すとこの冷却された血管が深部に戻って深部にこう戻って 体が冷却されますよっていうデータもありますので、まあ、こういったところを、えー、やってみるのも効果的かと思いますあとはアイススラリーですね。最近出てきたんですけれども水と微小な氷が、えー、シャーベット状に混ざり合っている氷の,あの飲み物のことで、まあ、あの低温で流動性が高いので氷が水に溶ける際にこう体内の熱を多く吸収できるということがありますので。 えー、運動前のこのアイススラリー摂取が、えー、直腸温とかを低下させたりとかですねあとは脳の温度脳もあの温度を低下させて、えー、脳を活性化したりとか、まあ、あとはですね、運動継続時間を延長させるという効果もあると思います。なので1 0 0ム程度をですね、数回に分けて摂取して、えー、一気に飲まずにこう少しずつ飲んでいただくといいかなと思います。 え皆さんが大会中に試合中にですね熱中症になった時のメディカルルールについてここで説明したいいと思います、えー、メディカルルールというのはですね皆さん大会のねテレビとかで中継を見てたりすると、えー、選手が怪我とかでね、えー、ドクターやトレーナーを呼ぶ姿がこうあの見られるかと思うんですけれどもそういうのをメディカルコートコールと言います。 で MCC というんですけれども試合中にあのまあ、こういう怪我や体調不良であの手当を必要とする選手がチェアアンパイを通して、えー、トレーナーとか医師をドクターをね要求することなんですね。でまあ、この手当や処置を受けられるかどうかの判断はトレーナーやドクターになります。で メディカルルールの,の MTO、えー、メディカルタイムアウトというのは基本的にはこのエンドチェンジやセットブレーク間に取れるんですけれども手当を開始してから3分以内で、えー、終わらなきゃいけないあとは状況によってはコート外でも手当が可能なんですけど1部位の怪我につき1回だけ取れますよあとは熱中症についてもですね、えー、取れるんですね、えー、1試合につき1人1回のみあの熱中症で3分間の えー、メディカルタイムアウトを取ることができますただし、まあ、あの筋のい経連の場合ってね MTO は与えられないってよく言われてるんですけれども熱中症の発生に伴っている筋経いの場合には、えーまあ、そういうふうに判断された場合には、えー、取ることができますので、えー、何かあったらねあの試合中はトレーナーとかあのチェアアンパイアに早く伝えて、えー メディカルタイムアウトを取るということも可能です、えー、次にメディカルトリートメントというあのエンドチェンジとセットブレーク間に、えー、手当を受けることも可能です。これに関しては、えー、ドクターからね医薬品を受け取ることも可能ですし、えー、2回までなら MTO の前後でもいいんですね。で筋経齢に対しても2回まで 取ることができますので、まあ、筋けいとかが起こった場合にはこういうので対応しても構いません、まあ、こういうルールを知っておくことでね体調が悪くならないうちにあの対処することが大切になるかと思います最後に熱中症発症時の、えー、救急対応についてなんですが応急処置のポイントですがまず意識障害があるかどうかというところが大事ですである時にはもうすぐに 救急車を呼んでくださいで、えー、救急車を呼ぶ間にも悪くなってしまいますので必ずすぐに熱中症が疑われたら涼しいところに移動させてできる限り早く体を冷やすということが大事です,です、ね、体を冷却して水分と塩分補給をさせるあとは症状が回復したかどうかということも大事で回復しない場合は速やかに医療機関へ行きましょう。 で熱中症が、熱射病が、ね、疑われる際の身体の冷却法なんですけれども、えー、熱射病の救命はいかに早くそこをしっかりすれば、えー、内臓損傷や脳損傷に至らずに回復できるとされていますので、えー、速やかにこう冷やすことですね、それが大事です。 でアイスバス法っていう方法があるんですけど、まあ、これですねすごく効果的なんですけれどもなかなか、えー、これを、えー、やるためにはね人手もいりますしかなりちょっと危ないリスクのあるものなのでなかなか実施が難しいかと思いますですのでまあ皆さんにおすすめできるのはローテーションタオル法といったこういう方法ですね えー、氷水に浸した薄手のタオルを全身に当ててできるだけ広い体表面を一度に冷却するということができます。であとはアイスタオルをこう頻繁にですね12分に1回はタオルを交換して冷やし続けるということがこれが最も現実的でかつ安全で効果的な方法かと思われますので是非これを実施していただけるといいかなと思います。 熱中症の場合は、えー、クールファーストトランスポートセカンドと言われていて現場でできる限り早く冷却するということが一番大切になっています熱射病は、えー、適切な処置を行えば、えー、過去のデータからも100%命が助かると言われていますですので正しい知識を持って、えー、きちんと正しい処置を、えー、速やかにしていただくことが大事かと思いますのでぜひあのー そういった場面に遭遇した場合には、あのこういった処置をお願いしたいと思います。えー、ご静聴ありがとうございました。